はいどうも、ゆだいです。はい、今日もね、ゆうひとぼれやっていきたいと思います。はい、今日は、選手紹介動画となります。はい、今回は、誰を紹介すると言いますと、はい、このリドルバク選手ですね。はい、で、一応ね、これ本適正右ウイングついてるんですけど、チームスタイル、プレースタイルが攻撃的サイドバックというね、まあなんとも異質な選手になるんですけど、まあ僕が、これを、この選手を選んだ理由は、なんで選んだかというと、なんかね、ライブアップでちょいちょい見るんですよ。確認するときね、見えるんですけど、なんかね、結構多いんですよ。なんか A とか B とかなってる時が。で、まあっていうことはね、現実のチームでも、まあ、調子いいということらしいんで、まあまあ、同じボロスブルクからね、このラクロアもいるんですけど、うん、なんか妙に A、B がなってんなっていう印象なんで、ちょっと気になったんで、ちょっとこの選手を使ってみたいと思います。まあ、でもね、プレースタイルがサイドバックなんで、その右ウィングにした時にどういう形になるのかっていうのがちょっとまだわかんないんですけど、はい、今日はね、このリトルバックを使っていきたいと思います。なんで、早速ね、試合の方に移りたいと思います。はい、ということで1試合目やってきました。はい、早速ね、調子の方を見てみ、見てみましょうか。B やで。はい、普通ということで、結構絶好調、ディフェンダー陣絶好調やね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、まあまたね、ちょっとラクロワとか出したいなと思ってるんで、はい、はい、というわけで前半やっていきましょうか。お、ゼロバグバグヘリング、オッケー、早速アシストしていく。いいタイミングで抜け出したね。バグ惜しい。いくよバグ、オッケー、バグバグ、あかんかったわ。OK、 ナイス。今のはデブルイネのいい抜け出しから。 OK、 バグいいよ。 OK、バック、あー惜しい。いいクロス上げるね。惜しかった今の。 OK、 はい、っていうことで、前半戦ね、後半開始5分早々にバックのアシストを見れたわけなんで、このままこの調子で後半行こうと思います。はい、では早速後半やっていきたいと思います。ラクロアの守備バクいけるよ。あ、無理か。いいよ。あ、無理か。OK、 今のバクの守備プレスバックいいね。はい、ということでちょっと選手の方で変えていきましょうか。まあバクはまだスタミナあるんで、まだいけるね。
ッケー、ナイスーナイス。カゼミーロやっぱ強いね、カゼミーロ。危なっいけるよバグ、いけるよ。あー無理くそ、さすがに無理か。バグ、あー惜しいね。はい、っていうことで、後半戦ね、まあいい感じで活躍してくれたんじゃないでしょうか。クロスもいい感じだったしね。というわけで、ね、2試合目、もう1試合で、ね、ちょっと行きたいと思いますんで、また飛ばします。ということで、2試合目やってきました。ということでね、早速ちょっと状態の方を見ていきましょうか。お、いいですね、絶好調。OK。ついでラクロアもね、絶好調ということで。はい、ということで早速試合の方行きましょうか。はい、ということで早速前半やっていきます。あーやられた、フルパフォされていく。マジか、仕切り直しやな。バク、オッケー、ナイスアシスト。今のはほぼホーランドやけどあ、バクのナイスアシストということで、バク、バク無理か。バク、オッケー、おたけびのバク、いいっすね。え、なに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 、なに今の。マジでバク、いけるよ。け、あー惜しい。でもいいクロス。あー真正面か。はい、ということで、前半戦ね、まあ、バクの1得点で逆転したんですけど、なんかよくわからん動きをされたせいで失点になっちゃいましたが、まあ、仕切り直しで後半いきましょうか。あれ？ファールじゃないの？ほら、マジか、ファールちゃうんか今の。バク、あー惜しい。バク、バク、あ惜しい。うわバク、あー惜しい。ちょっと選手を変えていきましょうか。バックスタミナあるね、全然。
田村フリーにさせすぎやろ。ピオペレラバク爆、あーいける、オッケーナイス、爆起点なったんかわからんけどいやー今のは爆やな、爆爆、よっしゃはい、ていうことで、見事ね、バクの活躍により勝つことができました。はい、いいね。さあ、ちょっとね、ゲームプラン画面の方に移りたいと思います。はい、ということで、ゲームプラン画面の方に戻ってきましたが、いやー、よかったね、バク。意外と動き出しが結構いい感じかなって思いました。はい、で、まあ、スピーシュンはそんな高くないんですけど、まあ、スタミナもあるということで、はい、まあ、攻撃的サイドバックなんですけど、全然ウィングでも使えちゃうかもっていう感じですね。はい、というわけでね、今回は、バック紹介動画となりましたので、はい、これで終わりたいと思います。はい、で、まあ、またね、他の選手も紹介して、行きたいと思いますので、またねチャンネル登録のね方よろしくお願いします。ではでは。